はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は明日9月20日朝の9時から9月27日の朝の8時59分まで開催されます期間限定イベントクエストをマスターランクと上位下位に分けてご紹介したいと思います。まずはマスターランク、来週の目玉クエストから。マスターランク上級チャレンジクエスト01、クエストレベルマスター星6、フィールドは特殊闘技場。受注参加条件はマスターランク24以上、クリア条件はイアンガルルガの討伐です。闘技大会に参加して英雄王コインを集めよう。クエスト報酬で高級お食事券も入手できるかもとのことで、こちらは英雄王のコインが入手できるクエストです。英雄王のコインは通常の闘技クエストでも入手はできますが、今日までのチャレンジクエストの傾向を顧みるに、こちらのクエストの方が入手しやすくなっているのではないかなと思います。英雄王のコインは太刀の天上天下天地無双刀やギルドパレスシリーズの素材ですので、たくさん周回してコインをゲットしたいとこですよね。またギルドパレスシリーズには英雄王のコインの他に黒帯コインも必要です。本日までのクエスト、マスターランク中級チャレンジクエスト01で入手しやすいので、まだチャレンジしていないという方はぜひ周回していただければと思います。続きまして新クエスト、眠りと麻痺のコンビネーション。クエストレベルマスター星2、フィールドは特殊闘技場。受注参加条件はマスターランク4以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス、装備強化に必要な恐竜骨を集めやすいイベントクエストとのことで、こちらはラドバルキンとトビカガチアシュの同時討伐クエストです。マスターランクを上げやすく、恐竜骨などを集めやすいイベントクエストとのことなんですが、今週配信されていた似たようなクエスト、暴れん坊はどっちや荒れ地の気になる出来事も大流玉が入手しやすいクエストだったので、こちらのクエストもそうじゃないかなと予想しています。続きまして、水と霊気がお待ちかね。クエストレベルマスター星3、フィールドは丘サンゴの大地。受注参加条件はマスターランク7以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス、プケプケアシュとレイヒエナに挑めとのことで、こちらはハンターランクとマスターランクを上げやすいクエストとのことなんですが、こちらもレイに習って大流玉も集めやすいのではないかなと思います。続きまして、深い森の奥に。クエストレベルマスター星4、フィールドは古代樹の森。受注参加条件はマスターランク14以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス、装備強化に必要な合流骨を集めやすいイベントクエストとのことで、こちらはリオレウスとアンジャのフアシャの同時討伐クエストなんですが、繰り返しになりますが、こちらも霊に習って大流玉が集めやすいんじゃないかなと思います。このあたりのランクになるともしかしたら別の素材かもしれないんですけどね。続きまして、地底の底にふさわしく。クエストレベルマスター星4、フィールドは正気の谷。受注参加条件はマスターランク16以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス、オドガロンアシュとディノバルトアシュに挑めとのことで、こちらもレイのあれです。せめて金冠や最小金冠が出やすいなどあればいいんですけどね。しばらくはこれ系のクエストが続きそうです。続きまして、継続クエストはこちら、この魚は食用に向かない。クエストレベルマスター星1、フィールドは渡りの池地。受注参加条件はマスターランク2以上、クリア条件は全てのターゲットの狩猟です。特別な素材を集めてキンキンで特別な体験を生産しよう。序盤で役立つブラントドスの素材を集めやすいイベントクエストとのことで、こちらは特別な体験、瞬間冷凍本マグロを作成することができるクエストです。必要素材や性能などは過去動画でご案内しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。続きまして、銀線ザルを捕まえた。クエストレベルマスター星1、フィールドは渡りの池地。
受注参加条件はマスターランク3以上。クリア条件は銀線ザル6匹の納品です。特別な素材を集めてキュートな頭装備 EX 銀線ザルアルファを入手しよう。とのことで、こちらは銀線ザルを模した頭装備を入手することができるクエストです。必要素材やクリア方法などは過去動画でご案内しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。続きまして、復帰クエスト。地下の主が呼んでいる。クエストレベルマスター星1。フィールドは正気の谷。受注参加条件はマスターランク1以上。地下の果実20個の納品です。序盤攻略に役立つ骨素材を集めやすいイベントクエスト。納品クエストでお得に素材を集めよう。とのことで、こちらは報酬で骨素材も入手できるんですが、何よりも調査ポイントが非常に美味しいクエストです。地質学2と植生学4があれば、時給6、7万調査ポイントを入手することができます。また、トロフィー条件であるレア環境生物、行き先月光も確定で登場します。まだゲットしてないという方は、ぜひこの機会に入手していただければなと思います。そして最後に、空を焼く王、火を泳ぐ賢者。クエストレベルマスター星3。フィールドは流結晶の地。受注参加条件はマスターランク7以上。クリア条件はすべてのターゲットの所要です。ハンターランクとマスターランクを上げるチャンス。リオレウスとボルガノスの素材を集めやすいイベントクエスト。とのことで、ハンターランクとマスターランクを上げるチャンスとありますが、めちゃめちゃ上がるというわけでは残念ながらありません。どちらかというと、大龍玉が入手しやすいので、そちらがメインのクエストではないかなと、個人的には思っております。受注可能期間が非常に長いです。マスターランクの期間限定イベントクエストは以上です。続きまして、上位下位のイベントクエスト、一気にご紹介します。野生の教え。試練。ノラの神王。極ベヒーモス討滅戦。依頼森の精霊。草原へ。ウラガンキンたちが転がります。新緑のブルース。大敗の谷のオペラ。それは古竜の王タラン。丘の上の雪見桜。注目すべきクエストは、ホライゾンゼロドーンのコラボクエストである野生の教え、試練、ノラの神王です。今年の11月にホライゾンゼロドーンとのコラボクエスト第1弾がやってくるんですが、それに合わせてこれらのクエストで入手できるチケットが必要になってくる可能性がありますので、今のうちに何枚か確保しておくのもいいかと思います。続きましての注目クエスト、極ベヒーモス討滅戦、依頼森の精霊。それぞれ重ね着装備を作成することができますので、まだ入手していない方はぜひこの機会にゲットしていただければなと思います。そして最後に、それは古竜の王タラン。こちらは歴戦王のゼノジーバのクエストなんですが、こちらもガンマ装備と重ね着装備が入手できますので、まだ入手していないという方はぜひゲットしていただければなと思います。明日からもイベントクエストが満載なので、やることが多いとは思いますが、頑張っていきたいですよね。特に美味しいクエストがあれば動画でご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。